京都工芸繊維大学は、京都府京都市左京区、松ヶ崎京場町に本部を置く日本の国立大学である。1949年に設置された。大学の略称は、高専、高専大、京高専、きっと、京匠、京高大、繊維大、京専。3号館中央門と西部キャンパス1949年、旧制の京都工業専門学校。 京都繊維専門学校を母体として設立。長らく工芸学部と繊維学部の二学部体制であったが、2006年両者を統合して、工芸科学部が発足した。国立の工科系単科大学であり、電子工学、機械工学、情報工学、生物学、科学などの先端科学技術分野から繊維学、建築学、デザイン学まで幅広い分野において、 ものづくりを基盤とした実学を目指した特色ある教育研究を行っている。中でも科学と芸術の融合を強く意識したカリキュラムは国内の学術研究機関としては異色だっており、産学共同においては特に博士課程においてイノベーションを起こせる人材育成に力を入れ多数の海外大学や外国人デザイナーとも連携している。 そのようとなるのが2014年に設立した京都デザインラボである。芸術系の学域を持つ工科大学として有機的な教育カリキュラムによる科学と芸術の融合を掲げ、完成豊かな国際的工科大学を目指している。佐賀キャンパス、佐賀キャンパスの補助以上のほかに大学所有の施設として以下がある。また退職による拠点として以下がある。 工芸科学部一学部のもとに学域、家庭を構成している。学部の構成工芸科学研究科一研究科のもとに以下の家庭、専攻を設置している。大学院の編成採択されているプログラムただ、スポーツ大会に関しては実施されない年もある。木材や鉄骨などを利用した手作りの模擬店、装飾、広い店舗面積など、 周辺の大学には見られない特色がある。多数ある。中にはデザイン建築課程の生徒のみのサークルや周辺大学であるノートルダム女子大学や京都府立大学などとのインカレサークルも存在する。学生と教員の共同プロジェクトとは 学外で開催されるものづくりに関連するイベントや大会に向けての学生と教員の取り組みを大学が財政面で支援する活動のことである。活動は2006年度より始まった。毎年いくつもの試みがなされているが、ここでは代表的なものを取り上げる。同窓会パビリオン2020年8月27日、8月31日16時24分に、 京都工芸繊維大学の使用建造物を爆破する、との胸の爆破予告が投稿されたとの通報があった。結局爆発は起こらなかった。ありがとうございます。